ます。サンダーバーズは首位奪回をかけて石川との2連戦に臨みました。石川ミリオンスターズに敵地で連敗し借金1となった富山サンダーバーズ、7連勝で首位に躍り出た宿敵に地元でストップをかけたいところです。富山の先発は田中、しかし田中は初回ツーアウト1塁から4番深澤にツーランホームランを浴びて2点を先制される苦しい立ち上がり。石川の先発は5月2日に富山を2失点に抑え完投勝ちを収めた大輔。富山は初回ノーアウト1塁で2番雄志、エンドランの場面で圧巻の大根切り、ノーアウト1塁2塁とチャンスを広げます。続く上田は送りバントを試みますが3塁でフォースアウト。この嫌なムードを4番安志のバットが振り払います。高めのスライダーを逆らわず左方向へ、安志のスリーランホームランで富山がすかさず3対2と逆転します。続く2回、押し出しで1点を加えた富山はワンアウト満塁のチャンスに上田、外角のストレートを左中間に運び2者が生還。初回のミスを取り返すタイムリーで6対2、大輔をマウンドから引きずり下ろします。さらに成瀬も変わった中園からタイムリーを放ち7対2と石川を突き放します。1点を返された4回にワンアウト1塁で再び上田、レフトの頭上を越えるスリーベースヒットで1点を追加。このあと安心にもタイムリーが出て9対3と一方的な展開に。しかし制球が不安定な田中を石川打線は見逃しません。5回、ノーアウト1塁で3番の本間がライト線に運び1点を返します。さらにヒットを許し1塁3塁となったところで富山は萩原をリリーフに送ります。しかし萩原は高弘にライト前に運ばれ9対5、そしてワンアウト満塁から甲斐に押し出しのデッドボールを与えて9対6。ここで横田監督はキャッチャーを松橋に変えます。しかし公平のショートゴロはゲッツー崩れとなり9対7。1番楠本のライトへの打球は高野のダイブもわずかに及ばず9対8と1点差に詰め寄られます。しかしこの日の富山はここから意地を見せます。ワンアウト満塁として2番雄志、レフト前に運んで10対8、さらに好調の上田、三度逆方向へのバッティングで2者が生還。上田の5打点の活躍で富山が12対8とリードを4点に広げます。7回には前日4盗塁の戸田を松橋が刺し石川に流れを渡しません。結局富山が両チーム合わせて20得点の乱戦を制し連敗を2で止めました。今日はもう逆方向っていう意識をしてたんで、まあ、それがまあ結果につながったかなと思います。今日の1勝でまあ勢いがちょっとでもつけばいいなと思うんで、これからもどんどん石川さんや他のチームにも勝っていきたいと思います。そうですね、まあ、スライダー来ると思ってたんでもう狙って、はい、逆方向っていうのがチームのあれだったんで逆方向に思いっきりっていう感じで狙ってました。まあ、落とせる試合ってないんで、相手構わず
自分たちの野球をやるっていうことを心がけていきました。 BC リーグの順位表です。5月9日終わって富山サンダーバーズは7勝7敗1分けの5分に戻し北陸地区2位、首位の石川とのゲーム差は1です。上信越地区は11勝3敗1分けで群馬が首位をキープしています。富山サンダーバーズの次の試合は今月14日金曜日に今シーズン初のナイトゲーム、黒部市の宮野野球場で福井ミラクルエレファンツと対戦します。そして15、16日に石川県で石川ミリオンスターズと対戦します。続いては BJ リーグ富山グラージーズです。 BJ リーグは今月9日の試合をもってレギュラーシーズンを終了しました。全日程を終えての順位表です。 BJ リーグ2009-2010レギュラーシーズン全日程終わっての順位表です。富山グラージーズは17勝35敗、埼玉と勝敗は同じですが得失点差でグラージーズは東地区6位の最下位でシーズンを終えました。 BJ リーグの王座を決めるプレーオフは今月15日から始まります。富山グラージーズ、来シーズンこそはプレーオフに連れてってください。今週の激スポはここまで。